美味しいわ。マジでね、胡椒かけたらね、カクカクとウーファンちゃんのね、匂いがパーンって飛ぶよ。うわ、うまいわ。ちょっと待って、この店、シャオタイがうまいかもしれない。台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね、 MRT 手腕リエン2番出口から徒歩 3,4 分ぐらいですかね、台湾といえばルーローファン、地元の人たちに愛され続けているね、超老舗のね、超ドローカルのね、ルーローファン食堂に行きたいと思います。はい、じゃあ今日も元気に行きましょうか。今日はね、個人的にめっちゃ楽しみなんですよね。やっぱ台湾といえばルーローファンなんでね、台湾人のソウルフードですね。なんでね、そんな個人的に楽しみかっていうと、家からめっちゃ近いんですよだからもし美味しかったら日々のルーティーンに入れれるじゃないですか。だからね、楽しみなんですよね。家の近所にあるから何回も前通ってるんですよ。でずっと行きたい行きたいと思ったけど、やっぱりね、この撮影でね、僕初めて行くようにしたいんですよ。わかります？初めて行って初めて食べる、その新鮮なリアクションを僕撮りたいんでね。だから 99% このチャンネルで紹介するお店ってね、初めて行って初めて食べるのを撮影してるんですよね。だから今日本当ね、めっちゃ楽しみなんですよ。ずっと行きたかったから、本当に。ちなみにこのチャンネルではね、あの台湾旅行行ったことない方みたいな、ルーローファンすら知らない方向けみたいな、台湾初心者向けの方にもね、分かりやすくね、紹介したいなって思ってるチャンネルなんで、ルーローファンは何かっていうと、台湾人のソウルフードですね。豚そぼろかけご飯みたいな感じで、タイプがね、いろいろあるんですよ。角煮トロトロタイプやったりとか、本当に豚そぼろタイプやったりとか、その2つが合わさったタイプみたいなね、お店によって全然違うんですよね。ルーローファンもね、奥が深いんですよ。で、僕台湾グルメやってるじゃないですか。その中でもやっぱり、あの、何が一番好きかって言われたら、やっぱね、なんやかんやでルーローファンなんですよね。で、いろいろなね、お店のルーローファン食べに行って分かったけど、めっちゃ美味しいルーローファンってね、意外に少ないんですよ。はい、結構やっぱりね、八角とかウーシャンファンとか、あの中華系のね、独特のスパイスが強いお店とかも多いし、いろいろあるんですよね、本当にね。だから今日行くお店がね、めっちゃ美味しかったら嬉しいですよね。はい、でここを右に曲がります。右曲がってちょっと行ったらすぐなんでね。ちなみにここがね、ビンさんですよ。伝説のね、マンゴーシェフォアビン、マンゴースノーアイス、台湾マンゴーかき氷のね、名店です。今日ちなみにね、10月の8日の木曜日なんですけど、昨日ね、僕マンゴーの食べ納めで行ったんですよ。本当に美味しい、ここ。マジでとろけるマンゴーが、うん、もう10月のね、初旬やから、ほんま今年最後ですよ、ギリギリやけど、マジでめっちゃうまかった。それでも本当にね、まあ、当然三つ星つけてるんで、ここ本当におすすめですよ。ちょっとね、こういう感じで可愛いね、テラス席もあるんですよ。ここで食べるのがね、おすすめです。はい、でそのね、ビンさんのね、ハス向かいにあるのがね、この看板がはげたね、ルーローファン食堂なんですよ。ここも一回紹介してるんですけど、ここはマジで銀だらの煮付けがめっちゃうまいんですよ。銀だらの煮付けがマジで神、本当に美味しいんですよ。ここマジで銀だらの煮付けが絶品なんですよね。はい、だけどね、大きい声じゃ言えないんですけど、ルーローファンがね、残念ながら微妙なんですよ。そして他のシャオツァイ一品一品のおかずもね、味付けが正直微妙なんよ。マジで銀だらだけがうまいよ、あそこ飛び抜けてね。だから今から行くところがね、ルーローファンが美味しかったらいいなって本当に思う、うん、心から願います。はい、うわ、ここの路地もなんか生活感があっていいですね、うん、まあ、生活感が感じられるところっていうのがいいよね、台湾はね。あ、そうこう言ってたら着きましたね。ここですよ、もう何回も通ってる。創立1958年って書いてるわ、老舗やね。
はい、着きました。ここですね、ここがね、地元の人たちにね愛され続けているね、昔ながらのね超老舗超ドローカルのねルーローファン食堂ですね。僕も何回も前通ってますね。じゃあ行きましょうか、楽しみですね。ニハオ、これはこっから入るのかな。まずこっから入ってお盆を取って好きなやつ取っていくシステムかな。イガシャオル、とりあえずねルーローファンのショーですね。うわ美味しそう、そぼろタイプやな完全に。ルー豆腐、ルーダン、ロボタン、ハイヨー、ハイザイ、チンザイ。ついついね、いっぱい注文してしまうわ。あ、シェシェ、はい、シェシェ一杯や、やっぱり120元よね。シェシェ、来ましたね、昔ながらのね、食堂って感じですね。じゃあ食べていきましょうか。はい、というわけでね、今日はね、地元の人たちに愛され続けているね、超老舗のね、超ドローカルのね、ルーローファン食堂にやってきました。はい、めっちゃ楽しみやな。これがね、名物のルーローファンですね。あとこれ、ローボータンって言ってね、大根のスープですね。美味しそう。で、これがルーパイツァイ、白菜の煮物に、チンツァイ、青菜ですね。何の青菜かな、食べてみるまでわかんない。あとね、煮卵ね、ルーローファンと煮卵は絶対一緒に食べないとダメなんでね。はい、あと大好きなね、洋豆腐ですね。煮込んであるやつね、はい、よっしゃ。ちょっとね、入れ物がね、またなんやろ、コロナ期間中なんでまだね、ワイタイの器でちょっと残念なんやけど、はい、見栄えがね、はい、ほんまはね、ちゃんとしたお皿で来ると思います。はい、じゃあね、早速ね、名物のルーローファンからいきましょうか。ここはね、もう完全にそぼろタイプやね。で、そぼろタイプはね、このお箸じゃ食べにくいんですよ。はい、だからこのね、レンゲでね、いただきたいと思います。うわ、楽しみやな。美味しかったらいいな、本当に美味しかったらいいな。そしたら本当家から近いから通えるからね。いただきます。うん、普通。はい、なんやろ、昔ながらのね、本当に昔ながらのね、そぼろタイプのルーローファンって感じやね。忍者イエスの近くの龍江西みたいな、あそこに似てるわ。うん、なんやろね、まあまあ、あ、そうね、本音で分かりやすいなんで、まあまあ、はっきり言うけど、まあ、普通かな、まあ、普通かな。そうか、そうか、いやいや、でも美味しいよ、ほんま、これぞ昔ながらのね、ザ・ルーローファンって感じ。うん、ちょっとね、八角とかウーシャンファンのね、匂いがやっぱあるね。あ、こういう時はね、胡椒や、そうやそうや、胡椒ちょっと探してくる。フージャオ、胡椒ね、これが必要やわ、絶対に。たっぷりかけよう。じゃあ胡椒ルーローファン。美味しいわ。マジでね、胡椒かけたらね、八角とウーファンちゃんのね、匂いがバーンって飛ぶよ。これはほんま、八角嫌いの人、胡椒かけることおすすめです。ちょっとね、ほら、昔ながらのね、たくあんやね、黄色いね、いただきます。めっちゃしょっぱいやつ。そして、アルコール臭い。アルコール臭い。
うん、でもご飯が甘くなって美味しいやつやね。お茶漬けとかと一緒に食べたいたくあんやね。美味しい。じゃあ次はね、シャオツァイルいきましょうか。これは青菜青菜ですね。何の青菜かな。ほらニンニクがね、もう目に見えるぐらいたっぷり入ってる。台湾マジでね、何にでもねニンニク入れるんですよ。ニンニク大国台湾なんでね。はい、いただきます。めっちゃうまい。これはなんていうやつやったかな。あ、海蘭菜や。海蘭菜っていうやつ。ごま油とね、あえてあってね、風味があって美味しいわ。海蘭菜の苦味とごま油の風味とニンニクの旨味がね、ミックスして美味しい。うん、この店シャオツァイうまいかもしれない。あっちの銀だらのお店と違って、あっちの銀だらのお店と違って。これはルーパイ菜、白菜の煮物ですね。もうこれくったくたやわ、ほんま。お箸で掴んだだけで煮崩れしそうなぐらいくったくた。いただきます。うわ、うまいわ。これちょっと待って、この店シャオツァイがうまいかもしれない。うん、ルーローファンは正直まあ普通というかちょい微妙やけど、ルーローファンは正直まあ普通というかちょい微妙やけど、ここはちょっと白ご飯と一緒におかずいっぱい頼んで食うたらいいかもね。このルーパイ菜マジで食ったことやね。うん、ちゃんと白菜本来の素材の甘みが出てる。おいしい。じゃあ次はね、ローボータン、大根のスープですね。ここのやつはね、見た目がね、あんまり薄そうじゃない。台湾のスープってお湯みたいな、お湯通り越して水みたいなね、薄いスープのお店多いけど、ここはね、色がちゃんとしっかりしてるんで絶対薄くないと思うよ。醤油ベースなんかもしれないね。いただきます。美味しいわ。結構優しい味、見た目よりもすごい優しい味やけど、出汁がちゃんと効いてる。美味しいわ。これもね、昔ながらのね、ローカル食堂のスープって感じやね。これローボー、大根のことはね、ローボーって言います。大根くったくたやね。とろけるわ、マジでとろけるわ。すごい、素晴らしい。うん、これはうまいわ。大根スープね、ほんま今までのベスト5に入るかもしれない。うん、美味しい。じゃあ次はね、大好きな洋豆腐やね。タレがね、結構濃厚そうなね、ネギダレって感じでかかってますね。いただきます。これね、豆腐自体は普通なんやけど、タレがうまいわ。ニンニクが効いてて、醤油がっつりって感じで、結構濃厚やわ。豆腐はあっさりしてるんで、あっさりと濃いでね、いいバランス。ここマジで、このお店おかずがうまい。シャオツァイがうまい。うん、うまい。じゃあ次はね、ルーダン、煮卵いきましょうか。ルーダンなんかほら真ん中切ってあるね。あ、ちゃんと切って食べやすいようにしてくれてるわ。へえ。ルーローファンと煮卵はこれもう絶対一緒に食べないとダメなんですよ。決まってるんですよ、ルールなんですよ、僕が生まれるはるか昔からね。いただきます。美味しいわ。ここのルーダンね、全然臭みがない。ほんとね、ルーローファンだけね、マジでね、八角とかウーシャンファンの臭みがあるね。あとは全部、どのおかずもスープも何の臭みもない。ほんとにやっぱね、ルーローファンと煮卵ってね、相性抜群やで。ほんまマジでうまいわ。大根スープ、本当に美味しい。大根スープマジでやばいわ。いやー美味しいな。これはちょっと、まあ家の近所やし通ってしまいそうやね。美味しい。
はい、完食しました。うん、美味しかったね。いやほんまね、おかずがマジでうまかった、うん、特にねこのルーパイツァイ、白菜の煮物がマジでうまいね。とろけてとろけて美味しかった。白菜本来の甘みもあってね。あとローボータン、大根のスープうまかったわ。ルーローハンはね普通やけど、はい、でもねほんとね、家の近所にね美味しいね老舗の食堂を見つけてね、ほんと良かったです。はい、次来るときは僕はね個人的にねルーローハンがちょっとまあまあ正直微妙やなと思ったんで、あのでもこれぞまさにね本当に台湾のオーソドックスな昔ながらのルーローファンなんで、好きな人もめっちゃ多いと思うし、根強いファンは絶対多いと思う。はい、僕は個人的にまあ苦手なだけで、だから僕は次回来るときは台湾白飯とおかずいっぱい頼んでね、お腹いっぱい白ご飯とねおかずをねここでね食べたいと思います。はい、今日もありがとう、ごちそうさま。はい、まとめます。名物のルーローファンはシャオワンで25元、約100円。うん、普通。昔ながらの八角の効いたそぼろタイプのルーローファンで、個人的にはちょい苦手寄りでした。とはいえこれぞ昔ながらのザ・ルーローファンなので、根強いファンが多いんじゃないかなと思います。好きな人は好きやと思うで。ローボータン、大根スープは35元、約140円。これは大根がとろけるくらい柔らかく煮込まれてて美味しかったわ。スープも優しい味やけど、出汁がちゃんと出ててうまい。おすすめ。青菜、ルーパイ菜は各20元、約80円。青菜は海南菜で、ごま油と和えてあって美味しかったですね。そしてこのルーパイ菜がくったくたでめちゃくちゃうまいがな。これマジで白飯と食いたかったわ。ルーダン、洋豆腐は各10元、約40円。どちらも癖が全くなくて、っていうかこのお店シャオツァイ、おかず一品一品の味付けがほんとうまいと思うわ。全部合わせて120元、約480円。白飯と食いたかったやつ。はい、というわけで今回の動画がね少しでも役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とねグッドボタン押していただけるとめっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録1万人、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。というわけで今回は2つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。